第2ラウンドでも削って削って削り合って3ラウンドで仕留める感じですね。気持ちが強い選手なんで、そこの部分だけではもう私も負けないように、途中でそう気持ちが折れないようにしっかりやっていきます。いつもの優しい黒部さんの顔じゃないなって思ったんで、やるぞって気合い入りました。まずは最初の5分はここでゴング、一本取れたのは素直に嬉しいです。あそこまで決まってたらって思ったんですけど、タップしなかったですよ黒部さん。これ気持ちがやっぱ強いなって。2年半前、真っ赤な鮮血とともに悔し涙を流しました現インビクタ女王です、ジン・ユー・フレイ。いや、ぶち殺してやろうって思ってました。今回本当ナーバスになりすぎて、その入場して降りてくるときにいつも彩香とか浜ちゃんとか聞こえるんですよ。今回マジで余裕なくて1ミリも笑えなくて、本当ごめんなさいって思いながら。ちょっと調子悪かったって話を聞いたんですけど、こんな怪我続くのかっていうぐらい怪我が続いて、試合を受けた次の日にぎっくり腰になって、でその後足も痛くなって、連鎖ですね多分。痛いとこかばってかばって次足首痛くなってみたいな、それもあって結構プレッシャー感じちゃって、やっぱナーバスになりました、ね、さあ2年越しの再戦、まさに世界最強が今決まります。ジャッジ大矢部、赤浜崎、2人目浜崎です、ジャッジ松宮、赤浜崎、3人目の浜崎、浜崎、2人目対戦したことあるフレイ選手がとても強いっていうのを分かってたので、ちょっと試合前とかもとてもナーバスになっちゃって、ちょっと今までにない緊張だったんですけど、まあ、ほっとしてます。決めたかったんですけど、なかなかこういいポジション取れなくて、はい、次はしっかり決めたいと思います。ありがとうございました。浜崎彩香選手でした。おめでとうございます。今宵名古屋の聴衆を魅了します。女子スーパーアトム級チャンピオン浜崎彩香、注目の女子の一戦。本当に強い選手がどんどん集まってきてるんで、しっかりこの王座を防衛したいと思います。今日はありがとうございます。打倒浜崎を胸に秘め、この日が来ることを信じ戦ってきた8年の月日を経て、チャレンジャー浜崎歴史を作りにやってきました。現在人女子スーパーアトム級チャンピオン、現在の日本女子格闘界の最初の大晦日、大臣のベルトをかけ過去最強の相手を迎え撃ちます。浜崎対浜崎、女子スーパーアトム級タイトルマッチ3度目の対戦です。判定に入ります。赤浜崎、一人目は浜崎です。チャンピオン、全然負けたと思いましたよ、やっぱり。青、おお、二人目はチャレンジャー浜崎、最後の一人青、なんと青、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 
リプサーヒーハー、レスリング界のカリスマから MMA のカリスマへベルトをかけ最強の敵に挑んでいきます。山本美優決戦のリングインです。初代ライジンスーパーアトム級チャンピオン、さあゲルトを取り返す戦い、浜崎彩香タイトルマッチに挑んでいきます。レディーファイト。さあ第1ラウンドアップ、まさかの結末、浜崎あっという間のあっという間の決着でした。浜崎選手はエッグシザーズ選択の先に、悔しいです、本当にそれだけです。はい、本当に悔しいです。フリーさん、一言じゃあかけていただいてもいいですか？そうですね。なんかまあこの姿を見せてもらえて嬉しいというか、もうすごい頑張ってる、もう長年頑張ってるんでね。あのこうやって試合後の笑顔を見れるのがやっぱり嬉しいですね。おめでとうございます。朝倉ファンナー、何を言われようとも全ては今日決まるチャレンジャー朝倉ファンナー浜崎アレーター、防衛に挑む最強チャンピオン浜崎彩香、すごい5分3ラウンド戦い抜きました。1人目チャンピオンです、浜崎青朝倉、2人目は朝倉環奈、割れた運命の一瞬、赤浜崎が熱勝した、浜崎彩香ライジンのスーパーアドレタイトルマッチ、試合前にちょっとカンナちゃんを煽るようなことを言ったんですけど、めちゃくちゃ強くなってました、私もそんな長くできる年じゃないんで、次の世代にまた頑張っていってもらって格闘技を引っ張っていってもらいたいと思ってます。昭和のプロレスラーみたいなやつ、それが海の海老、さあ親方笑らせ殴り合おうぜ、ライジン女子スーパーアトム級王者 S1 浜ちゃん浜崎彩香、なぜ戦うのか、それは格闘家としてリスペクトしているからこそ、強さを認めているからこそ、向き合った時からなんか浜ちゃんの気持ちもすごいひしひしと感じてて、やろうよっていう、でかいしムキムキだしゴツゴツだし強そうだなって思いました。崎彩香と藤野恵美、赤浜崎予定勝者浜崎、あ、2人で拍手だね、まさに最初のスーパーリーダーから拍手が2人に送られます。頑張ります、全然緊張しなくて、今笑顔で登場してまいりました。今めっちゃ見てくれてるみたいな楽しさしかなかったです。なんかいけそうな気がしてました。試合は受けていない、それは関係ないと毅然とした態度で言い切った浜崎、さらには集大成という言葉を使い師匠である藤井恵美さんをセコンドに調べた7年前だったんです、最後についてもらったの、まあ終盤じゃないですか、あのキャリアも
やっぱりあの時の気持ちでまた戦いたいというか、なんかチャップついてほしかったんですよね。なんか今ゴングスレスレそうです、大ライドバトル、大晦日のダイレクトリマッチにタイトルがかけられました。 MMA デビューから5戦全勝、わずか1年半で大臣のベルトをさらっていくのか、笑顔の辻ひな挑戦者、伊沢聖果24歳です。浜崎が負けた事件から108日、大臣女子スーパーアトム級王者浜崎彩香、この悔しさは何だろう。王座防衛戦にして復讐の戦いへ、大臣女子強さの部分を一人で背負ってきた浜崎彩香、求められ続けた責任感、そんな重いコートを脱ぎ捨てて伊沢聖果の持つまずリングへ足を踏み入れます。春です、モチベーションの明快です。やられたらやり返す。浜崎彩香の負け4つのうちの1つが伊沢聖果です。日本人でただ1人浜崎に黒星をつけたのが伊沢聖果です。あれから108日、いよいよです。ついに時代が動く、スーパーアトム級第4代王者伊沢聖果、その腰にベルトが巻かれます。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。